ブライアン・モリス、エイブリー・ブライアン・モリス、エイバリー・ブライアン・モリス、1987年3月28日体は、アメリカ合衆国、テネシー州出身のプロ野球選手、投手。右投げ左だ。現在は、フリーエージェント、FA の MLB ドラフト3巡目、全体88位で、タンパベイ・デビルレイズから指名されたが、契約には至らなかった。 の、MLB ドラフト一巡目追放、全体26位で、ロサンゼルスドジャースから指名され、6月9日に契約。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級で、プロデビュー。14試合に先発登板して4勝5敗、防御率5.13、脱三振の成績を残した。は、トミー・ジョン手術を行ったため、シーズンを全休した。は、永久。 グレートレイクスルーンズでプレーし、17試合に先発登板して2勝4敗、防御率3.2072奪三振の成績を残した。2008年7月31日にピッツバーグパイレーツ、ボストンレッドソックス間の三角トレードでアンディラ・ローシュと共にパイレーツへ移籍した。移籍後は A 級ヒッコリー・クローダッツで3試合に先発登板して0勝2敗。 防御率5.0211奪三振の成績を残した。和永久リンチバーグヒルキャッツでプレーし、15試合に先発登板して4勝9敗、防御率5.5732奪三振の成績を残した。オフの11月20日に、パイレーツとメジャー契約を結び、40人枠入りした。3月2日に、パイレーツと1年契約に合意、 AA プラス級で開幕を迎えると8試合に先発し、3勝0敗、防御率0.6040脱三振と高騰。5月21日に a a アルトゥーナカーブへ昇格。19試合、先発16試合に登板して6勝4敗、防御率4.2584脱三振の成績を残した。3月3日にパイレーツと1年契約に合意。 3月18日に AAQ インディアナポリスインディアンスへ移動し、開幕を AAQ アルトゥーナで迎えた。この年は AAQ アルトゥーナでプレイし、35試合、先発6試合に登板して3勝4敗3セーブ、防御率3.3564奪三振の成績を残した。3月3日にパイレーツと1年契約に合意、3月18日に AAQ インディアナポリスへ移動し、そのまま開幕を迎えた。6月24日にメジャーへ昇格したが、登板のないまま翌25日に AAQ インディアナポスへ降格した。9月10日に再昇格し、14日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。3点ビハインドの8回裏から登板し、1回を無安打無失点に抑えた。この年は5試合に登板して、 防御率1.806脱三振の成績を残した。3月1日にパイレーツと1年契約に合意。3月22日に AA 級インディアナポリスへ移動し、そのまま開幕を迎えた。4月12日にメジャーへ昇格。1試合に登板し、4月16日に AA 級インディアナポリスへ降格。4月30日に再昇格し、 同日のミルウォーキーブルワーズ戦では、同点の7回裏から登板したが、2回を2安打1、失点で勝ち越しを許し、メジャー初黒星を起死した。5月1日のブルワーズ戦では2点ビハインドの7回、1死から登板し、0.2回を無安打無失点に抑え、直後の8回表に、パイレーツが逆転したため、メジャー初勝利を挙げた。10試合に登板したが、5月27日に、 AAQ インディアナポリスへ降格。5月28日に、ホセコントレラスが、故障者リスト入りしたため、メジャーへ昇格した。この年は55試合に登板して5勝7敗、防御率3.4637奪三振の成績を残した。若いマクロースター入りすると、5月27日に1日だけ、マイナー降格されたが、5月末までに21試合に、 当番し、4勝0敗、防御率3.80と、まずまずの数字を残した。一方で、吉久率4.56、基本類打率1.52、ホイップ1.56など、投球内容は、かなり悪かった。2014年6月1日に2014年の MLB ドラフト一巡目、全体39位、戦力均衡ラウンドへの指名権とのトレードで、 マイアミ・マーリンズへ移籍した。マーリンズ加入後は39試合にリリーフ登板し、防御率0.66という神がかり的な数値をマーク、それもあって4勝1敗と勝ち越した。通年では60試合でマウンドに上り、防御率1.828勝1敗17、ホールドホイップ1.28という見事な内容だった。は 二年連続六十試合以上となる六十七試合に登板し、五勝四敗十八ホールド、防御率3.1447脱三振という成績を記録。ホイップは1.48と高めだったが、フィップは3.64で、実際の投球内容と防御率にあまり差はなかった。9月20日にリーフとなり、22日に40人枠から外れる形で、 AAQ ニューオーリンズ・ゼイファーズへ配属された。2016年12月13日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年の開幕は参加の AAQ サクラメントリバーキャッツで迎え、4月30日にレジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月23日に リーフとなり27日に FA となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。